皆さんこんにちは、小林道場喫茶塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけれども、我々がですね、高校生になると必ず、毎年ね、ガチャを引かなきゃいけないんですよ。そうなんですよ。それが学校配布問題集ガチャでございます。はい、まあ、問題集だったり参考書だったり単語書だったりするんですけれども、まあ、とにかくですね、学校で配られるものっていうのは基本的に学校の中でやらされることが多いわけですね。その時にやっぱりいいものに当たることができれば、もしかしたら勉強のペースがうまく進むかもしれないし、外れだとうまくいかないかもしれないし、もしくは、まあ、外れたのであれば今のうちから自分で別途用意して、ね、自学自習をした方がいいかもしれないし、それの話をですね、今日一挙紹介したいと思います。でですね、まあ、やっぱ4月に配られる参考書っていうのは、まあ、先ほどおっしゃっていただいたように基本的に宿題とかでほとんど使われるわけですよね。だからそうなってしまうと本当に時間の無駄になってしまうような場合も、まあ、多々あると。でもう本当にね、まあ、当たり外れが、かなりあるというところで、まあ、そういったところを紹介していこうと思います。でそもそもじゃあ外れの参考書ってどういう特徴があるのかっていうと、まあ、大きく、3つあってですね、1つ目が、まあ、解説が薄すぎる、はい、で2つ目が、まあ、難易度が高すぎる、はいはい、で3つ目が量が多すぎるです。なるほどね。はい、でじゃあですね、なんでこんなのが配られてしまうかっていうとですね、あの学校の先生っていうのは参考書を選ぶ際に、例えば自分の教える余地が残ってるのかとか、自分の教え方と喧嘩しない参考書なのかとか、あと定義的に間違いがないのかとか、演習量は十分確保させられるかとか、あとは、受からせたい大学のレベルに、まあ、超えてるかっていうのを大体見るんですよね。はい。で、そういうのをやるとですね、結果解説が不十分で、不十分だと自分とは喧嘩しないし、教える余地は残るしっていう風になるし、まあ、あと難易度が高くて量が多いと、まあ、網羅はできているからこれ全部やっとけよで受かるんですよ、確かに。完璧になれば。はい。で、まあ、ただやりきれる人が、まあ、めちゃくちゃ少ないし、ただ先生にとってはですね、こういう参考書って完璧にやらせた子が合格するんですよ。だから成功体験が蓄積されていくんです。ただ、まあ、その一方でもう死々類々というか、まあ、もう本当にダメだった人が、まあ、たくさんいるというような状態になってしまうので、まあ、皆さんにはぜひそうならないためにですね、まあ、今日の話を聞いていただければと思います。まあ、ただですね、一つだけお伝えしておくと、別に外れだから使えないってことじゃなくて、そう、使い方を気をつけろという話なんですよね、外れの場合はね。で逆に言うと当たりだったとしても使い方間違えると不合格になりますから、まあ、そこはね気をつけていただければと思います。はいはい。でですね、ちゃんと前提の話なんですけれども、一応ですね、今回は3つのグレードで表したいと思ってて、ノーマルとレアとスーパーレアです。なんかもうカードみたいだね。一応ね、そういう感じでちょっとガチャっぽく。あ、そうか、ガチャだから。そうか。表そうかなと思います。はい、はい、はい。じゃあですね、まずちょっと数学からなんですけれども、はい、数学はちょっとね、ガチャの中に入ってるのがこれだというのが、はい、まあ、こちらですね。はい、確かにね、よく、フォーステップ、サクシード、クリア、アドバンス。うん。うん、まあ、チャート配られる学校ね、最近は増えてきて。そうですね。フォーカスゴールドもそうか。はい。うん、スタンダード数学研修は、いわゆるダイスのスタンダード演習じゃない方のスタンダードですね。そうですね。通勤出版の方ですね。たまに間違えてね、コメントしてる方がいるんでね。気をつけてくださいね。はい。じゃあですね、早速 SR から紹介していこうと思うんですけど、うん、SR が、入試数学実力強化問題集ですね。はい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 。で、レアがですね、青チャート、黄チャート、フォーカスゴールド。で、ノーマルが他です。なるほどね。はい。じゃあですね、なんでじゃあまあスーパーレアが、入試数学実力強化問題集なのか、うん、SR がこれなのかっていうとですね、うん、まずですね、この参考書自分じゃ買えないんですよ。そうですね。はい。学校専売参考書なんですね。ただ、非常に高いレベルの基礎のトレーニングができる珍しい参考書なんですよ。うん、はい。まあ、こういう参考書ってほとんどないって言ってもいいような参考書なんですよね。で、ただですね、範囲学習が終わってないのに使ったりとか、そもそも数学のレベルがそんなに必要ない、数学はそんな高いレベル求められないよっていう人がやると、完全に外れとかします、この参考書。はっきり言うと、その基礎なんだけど難しいことをやらされるんですよ、基本的には。で、ただこれをたくさんトレーニングすることによって将来爆発的に数学の実力を伸ばす可能性を持つというタイプの参考書です。なので、あくまで超上位の人がこれを弾けると超ラッキーっていう感じの参考書ですね。でもこれなんか自称心とかで配られて逆に外れと化してる気がするな。いや、そうなんです。で、多分ね、そういう子たちがメルカリで売るんですよ。はい、はい。で、じゃあ次、レアですね。うん、こちらレアの参考書、3冊挙げさせていただいたんですが、こちらですね、使い道は確実にある参考書だと思います。そうだね。まあ、チャート系とか FG はね、
そうですね、何かしらは使えるよね。そうですね、うん、やっぱりあの解放の辞書として使ったりとか、あとは苦手な分野の演習だけ使ったりとか、あとはまあ上位の生徒であればそもそもの演習の参考書として網羅系の参考書として利用するっていうこともありますし、うん、あの結構、使い道っていうのがあるんですよね。そうですね、はい、なので、まあ、使い方としては、最高の参考書になる可能性はあるけれども、ただあの一番やばいのが時々あるんですけど、数3の青チャートが高3で配られるとか、こういうのはね、あの大外れになる可能性があるので間に合ってないよね。そうですね、この辺は危険かなとは思いますね。であのあとはあの去年に配られたから今からやろうとかっていうふうに思うと間に合わないこともやっぱりある参考書なので気をつけていただきたいです。はい、はい、で次ですね、ノーマルにした参考書に関してはちょっとね3パターンに分けたいと思います。でまず赤チャートとスタンダード数学演習以外の参考書は、まあ、どれもよくある学校 の, あの解説が薄すぎる系の数学の参考書なんですよね。うん、はい、で、まあ、難易度も結構なんか問題ごとにばらつきがあったりして、なんか割と演習がしづらいなという印象はあの僕にはある参考書なので、うん、あの別にねこれを使ってから落ちるっていう風に実はなる参考書ではないんですけど、まあ、非常にまあ使いづらい参考書だなと正直思いますね。そうですね、まあ独学で使えない人の方が多いんじゃないかな、これはね。そうですね、まあ学校でね一緒に進めてくれるみたいになったらいいと思うんですけど、うん、ある種だまさにこう、うん、先生が補い体系の、そうですそうです、そうです、ね、ものとして選ばれるんですけどね。だってですね、次赤チャートですね、うん、赤チャートはですねやっぱりその配る時点では難しすぎることが多いんですよ、うん、まあ基本的にね1位やってない時点でチャートとかって配ったりするんで、うん、赤チャートを高1の最初に渡されても、いや1位まだやったことないんですよとかね、赤チャート開いても何も分かんねえってなるわけですよ基本的には。むしろそれだったらキチャートの方がいいよね。いやそうなんです、そうなんです、うん、で辞書として使うならキチャートとか青チャートの方が分かりやすいんですよ、うん、しかも新バージョンだと動画がね赤チャートはないのに青チャート、黄チャート、黄色チャートあるじゃないですか。ついてるね。そうそう、そういう意味でもちょっと赤チャートの外れ具合がちょっと大きくなってしまった感じ、ね、印象はありますね。なるほどなるほど、はい、で最後にスタンダード数学演習ですね。こちらですね、難しい問題でかつ問題数が多いんですよ。で解説も薄いっていうのがあって、こちらもねまさにこれこそ本当にあの学校の先生が補わないとやってはいけない系の参考書かなと思いますね。あの正直これだけで逆にできる子はそりゃ受かるだろうと僕は思います。これが自分で進められる子は受かります、はっきり言う。ただ進められない子があまりにも多いのでお勧めできないですね。はい、じゃあですね、次英語についてなんですけれども、うん、英語は、こちらがガチャの中に入っているものなんですが、うん、残念ながらちょっとスーパーレアが SR がない。ないのない。でレアがですね、ネクステヴィンテージエバーグリーンデータベース3000、はいはい、で、ノーマルが他の参考書2冊っていう感じですね。はい、で、まあ、英語ってね配られる種類が学校によってまちまちすぎて、ちょっと僕もねどれを入れたらいいのか正直分かんなかったんで。そうね、まあ、ターゲットとか普通に配ってくれる学校もあって、そう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 、うん、それは結構レアっていうかいいかもしれないね。そうですね、シスタンとかあと、まあ、即単とかね配ってくれたりとかね、まあ、悪くないかなっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、あのまずそのレアの4冊についてお話をしておくとですね、うん、あのまあ学校のテストでネクステヴィンテージやってくれるぐらいなら、まあ、独学の邪魔にはならないかなと思うんですよ、うん、個人的には。あの、まあ、そういうのをね、あの、確認していくって作業自体は重要なので、うん、あの、まあ、ある種学校の授業をずっと受け続けるよりは、ある種、まあね、いいかもしれないなっていうふうには思います。はい。あとは、ま、エバーグリーンあたりはね、あの、確認用に一冊持っておくと、プラスにはやっぱなる参考書だと思うんですよね。で、あと、ま、データベース3000あたりも、まあ、わざわざね、まあ、ターゲットとかは自分で買えるんで、まあ、データベース3000ってあんまね、自分で買う子がいるイメージがないんで、今回ここに入れたんですけど、まあ、別に単語帳なんでね、ぶっちゃけどれがめちゃめちゃ悪いみたいなのもあんまないわけですよ。まあ、即単とかはね、使い方によってめちゃめちゃ悪くなることもありますけれども、逆に即単ぐらいで、あの、データベース3000ぐらいだったら、まあ、学校でテストやってくれるぐらいならいいんじゃないっていうふうに思います。はい。はい。でですね、次に、まあ、ノーマルに入れたアップリフトとやっておきたいシリーズですね。で長文系の参考書ってやっぱ配られるのがね、なんかね、やっぱ解説が詳しくないことが多いと思うんですよ、僕は。で、しかも、なんかね、やたらとレベルの高い方を出しがちなんですよね、先生がね。うん、はい。で、僕も、まあ、生徒さんとかで見たことあるのは、あの、まあ、高2、高3の間の春休みの宿題とかで、やっておきたい700と1000両方出てるとかっていうふうに言われて、いや、それがね、本当に、別にぶっちゃけですよ。あの、つくこまで出てるとかだったらいいんですよ。でも、別に、東大ね、1人2人受かるか2人受かるかみたいな、そういう学校とかでそういう宿題が出てしまったとしても、多分ほぼほぼ無駄だと思うんですよ、はっきり言って。うん、あの、高2の時点でそこまでレベルに達してる子ってのはいないと思うんですよ。ただ、しかもやっておきたいの解説だけ見ても、そのレベルの子たちってわからないんですよ、どうしても。だとすると、本当はね、よっぽどそのレベル別の4とか、まあなんなら3とか、
でもソリューションの1とか2やればいい、ね、そう、ソリューション1とか2とかね、あとはまあ、ザルールズの1とか、うん、そういうやつの方がやっぱ解説は分かりやすいですから、そういったものを利用していただいた方がいいんじゃないかなと思いますね、うん、ただあれなんだろうね、いろいろあってそれはね学校で配れないんでしょうね、まあ、そうですね、いろいろあってね、はい、はいはい、かなと思います。はい、まあ、まさにね、ぶっちゃけて言うと、まあ、教え方と喧嘩したいとかね、うん、そういうのもあるかなと思いますね、はいはい。で最後に理科について、まあ、ちょっとね社会とか国語ってあんま配られる印象が強くないので、まあまあ古文単語帳とかあと資料集とか、そうそうそう、あんまり問題集なくはないんですけど、配られることが少ないケースが多いん で、 そうです、ね、ただ理科は配られるよね。そうですね、うん、で理科はですね、実は外れがあんまなくてですね、うん、まあ、3冊しか紹介しないんですが、まあ、SR がセミナーディードアルファで、レアが授業問題集です。なるほど。で、まあ、セミナーディードアルファは、まあ、やっぱこちらは学校で手に入れるしかないというか、学校以外で手に入れるってなったらメルカリとかで買わなきゃいけないみたいな感じで、手に入れづらい参考書なんですよね。うん、で、まあ、あとですね、その理科って配られたとしても、その学校進度の関係で、基本的に高2までにめちゃめちゃ大量に宿題が出るケースが少ないんですよ、科目上。なので、もう持っておいて結局本格的にやるのが、まあ、高2の途中とか高3からっていう方が多くて、そうなると結局理科って経験値の戦いになることが非常に最終的には多いわけなので、まあ、かなり使いやすいと。しかも、まあ、このレベル帯の問題集って実は市販の参考書がめっちゃ少ないんですよ、理科。うん、なので、まあ、そういったところでも、まあ、他の参考書とね、併用することは前提とはなるんですけれども、まあ、いい参考書なんじゃないかなとは思います。そうですね。はい。ただですね、外れになるケースがあってですね、はい、文系に配ってゴリゴリやらせる先生がいると、文系の人にとってはめちゃくちゃ外れですね。はい。セミナー生物やりましたよ、私。そうですね。しかも、改正とか謎に進度早くて、あれ、科学はどっちだったっけな、はい、なんか高校2年生の、うんうん、もう前半かなに、科学、高校2年生の途中かな、科学の当時1と2っていう、うん、いやそうですね、今みたいな違って、うん、2とか入るんですよ。いや、そうなんですよね。でも、うん、センターで絶対にやらないものを、ゴリゴリこれでやらされるから、もう定期テストとかボロボロですよ、もう。いや、そうですよね。むずすぎみたいな。いや、もうね、いや、もう、そう。結構ね、逆にね、新学校ぐらいですよね。逆にセミナーとかディードアルファ配られて失敗するっていうケースはあるんです。まあまあ、でも、普通理系の人がやっていくのはとてもいい、うん。いい参考書だと思います。ね、はい、はい。じゃあですね、レアがまあ重要問題集ということなんですけれども、うん、まあ、重要問題集ね、いい問題集なんですよ、基本的には。うん、ただ、まあ自分でも買えるし、大体の参考書もあるし、そっちの方が合ってるっていう方も非常に多いんですね。なので、まあ、配られたから自動的にこれが一番いいと思ってやってしまう方が多いっていうのはちょっと残念かなっていうところがあって、うん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 、まあ、めちゃめちゃいいとは言えないかなと。まあ、いい参考書なのは問題ないんですけれども、別に配られていいっていうタイプの参考書じゃなくて、まあ、自分で吟味した結果買ってほしい参考書の一つなので、まあ、そういった感じでは、まあ、SR って感じはしないかなっていう感じがしましたね。確かに。だから、はい、あれですね、本当理科は外れにくいじゃないですか。そうですね。うん、で、やっぱり一番数学が当たり外れの波が大きくて、そうですね。あと、英語も例えば長文配られない学校とかも結構ありますからね。うん、まあ、その辺は結構学校次第で変わってくるっていう感じですかね。うん、そうですね。あとやっぱり国語と社会はどこもそんなに配られないというか、まあ、せいぜい古文単語とか、うん、あと漢字とか、うん、そのぐらいじゃないですかね。まあ、それらはね、正直語学に大きな影響を与えるようなものではあまりなかったりするので、そうです、まあ、どれ使ってもとにかく完璧にすることが大切みたいな、ね、そうですね、うん、そうそうそう、別に漢字なんてね、はい、どの参考書でも完璧になってれば大体センターのね、うん、最初の5問かな、漢字とか大丈夫なんでね、うん、はい、って感じですね。そうですね、はい、まあ、数学のね、嫌いになってしまう原因になりかねない参考書たちが多かったかなって思いますね。うんうん、そうよ、はい、サクシード僕今でも恨んでるからね。僕も恨んではないけど、恨んではないけど、うん、僕の同級生のね、そのめちゃくちゃ頭のいい K 君ですよ、うん、久々に登場しましたけど、はい、ね、K 君が数学できねえんだわって言ったら、うん、いや、サクシード3週やったら余裕よって言われて、3週みたいな、はい、サクシード3週できる人が余裕なんですか。そう、だ K 君は結構ですよ、開成高校受かって開成に入るまでにもう 1A と 2B の半分ぐらい終わらせてたやつですからね、はい、でもずっと作詞でやってましたからね。で、だって作詞だったらできるよって言って、まあそりゃそうか。で、やり始めたのが確かに、ね、数列ぐらいだったんですよ。数列の問題作詞でやったらもう何が何だか分かんなくて、等比数列、うん、もうみたいな、もうみたいな、等差数列までは分かったぞみたいな、まあ、そんな感じでしたから当時の僕はね。いや、そうなんで、まあ、苦しむ子はいっぱいいるだろうな、特にな、文系とか苦手な子は。うん、はい、というわけで、今日はね、参考書ガチャという、まあ、ちょっとね、エンタメっぽく言いましたけど、ただうまくね、教材を選ぶことがマジ大事なんですよ、うん、特に新高1の方、方針ずらしちゃうとそれで3年間いっちゃいますからね、うん、特に気をつけてこれから勉強を進めていってください。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。
じゃあ今日のチェコーナーです。はい、学校の宿題で、まあ、出されている参考書が、まあ、明らかに自分のレベルに合ってないぐらい難しいと。ああ、でこういう場合宿題をどう扱うべきでしょうか。うつそう。もう、まあ、うつそうですね。うん、あの難しすぎるのはね、まずい。あの簡単すぎるっていうのは舐めてる可能性もあるから、うん、それは、まあ、舐めないでやるのも大事だし、例えばその、うん、単語を覚えてますって言って単語テストを無視する人とか、実はやってみたら8割9割しかできないなら完璧にするまでやれやって感じだし、うん、それは言えるんだけど、難しすぎるのはもうどうしようもないね。だって戻ってやり直さないといけないわけですから、そうそう、一旦今どうしなきゃいけないかって言ったら、その無理にやろうとしてもう難しすぎてわからないんだから、うん、立ち戻って勉強するところに時間を使ってほしいので、まあね、宿題出さなくて済むんだったら、まあ、出さなきゃいいんだけど、うん、まあ、怒られるんだったら何らかにちょっとごまかしてやることも必要かもしれない。あとは場合によっては学校の先生に相談して、いや本当に難しすぎるから自分はちょっと別のところで課題出してくれないかって、まあ、相談して聞いてくれる学校ならいいけどね、うんうん、そういうのも一個ありかもしれません。はい、はい、今日の話は以上です。